鶴葉よしこは、元北海道放送のアナウンサー。現在、社会福祉法人札幌経由会理事、大分県佐伯市出身。大分県立佐伯鶴城高等学校、千葉大学教育学部、小学校教員養成課程国語科専攻を、卒業後、北海道放送にアナウンサーとして入社。番組中の料理コーナーでのハプニング。 ささみとささげの勘違いはハプニング大賞を受賞。同社を退社後、フリーアナウンサーとして、テレビ番組の司会やキャスター、研修講師などを行う。その後、テレビ番組制作会社、オフィススルハを設立し、NHK の情報番組の制作を中心に、テレビの仕事を行う。北海道障害学習審議会委員及び、札幌市社会教育委員に就任したのを機に、 北海道大学大学院教育学研究科修士課程を修了。2011年より北海道教育委員会委員、文部科学省中央教育審議会理時委員、元札幌国際大学非常勤講師。2021年3月、吉川規制の議員辞職に伴う北海道肉補欠選挙での出馬を表明した。 候補者擁立を見送った自由民主党の支持者に呼びかける保守系無所属として選挙戦を行うが、投開票の結果時点で落選した。自由民主党側には補選を年内に予定されている次期衆院選の候補者選びの場とする思惑もあったが、擁立論のあった鶴派が時点とはいえ3万票を割り込んだことで微妙な結果だったとトーンダウにした。補選後の5月に自由民主党は、 次期衆院選、北海道2区の候補者の公募を行い、同等の党員となった鶴派を含め4人が応募したが、選考の結果、医療団体職員の高橋祐介が選ばれた。ありがとうございます。